皆さんお疲れ様です。メンタルヘルシュチャンネルのレミです。 今回は、うつ病などのメンタル疾患で休職されている患者さんが、復職をする際に必要とされる条件について話していきたいと思います。メンタル疾患で休職をされている方は、ついつい不安や焦りから、まだ病気が回復しきっていないのに、無理して復職をしないとと思っている方も多いと思います。また、実際に無理して復職して、結局また病気を再発させちゃったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。実際にうつ病 の再発率は約60%と言われていて、再発を繰り返せば繰り返すほど、病気が慢性化していくとも言われています。特に復職をすることで再発してしまうという方、非常に多いと思います。 その要因の一つとして復職を満たす最低条件をきちんと満たせていないまま復職してしまうということが挙げられるかなと思いますですのでこの動画では復職を決断する前に復職を満たす最低条件がちゃんと自分は満たせているかどうかチェックできるようにお話ししていきますではいってみましょうえ復職の条件一つ目がが信頼でできるるる主治医がいる治医いい療法も確立されているですどうでしょうかうつ病などのメンタル疾患で お休みされてる方は病院通いをされてると思いますが主治医との信頼関係は築いていますでしょうか実は病気を回復させていく上で信頼できる主治医の存在というのは本当に大事になってきます。 主治医から出されているお薬に不信感を抱いていたり治療に否定的だったりするとえなかなか病気もよくならないということもあると思います今の主治医に不信感が強いという場合はもしかしたら本当に自分に合うお医者さんをもう一度探す必要があるかもしれません主治医との信頼関係なくして病気の治療というのは私はできないんじゃないかなと思いますもちろん病気を治すのは最終的には自分ではありますが最終的に 最初の段階で主治医との治療の方向性とか治療方針みたいなのが理解できていなかったり信頼できていなかったりするとそもそも前向きに治療に取り組むことすらできません。それから復職をすするるにあたっって引っ越しが必要な方もいいと思います私も実家から離れた土地での復職だったので転用したんですけれども復職をしてからもおそらく大半の方はお薬を飲みながら継続して通院されると思います。その時も自宅から から通いやすい精神科診療内科を見つけておく必要があります何かあった時にすぐに駆け込める病院であることが本当に大事ですなので復職をして転院する場合も復職前に必ず通いやすい信頼できる病院を見つけておくようにしましょう2つ目は安心して治療を受けられているですこれもまあ、1の話に続くんですが治療を継続してちゃんと受けられているそしてその治療方針に納得がいっているということです ですね 本当に治療が適切に行われていると症状はだんだん安定してきますしでお薬の量もね安定してきます通院も、まあ、最初はねあの週に1回とかだったのが2週間に1回そして月に1回という風に安定してくると思いますこの治療の安定とか心から今の治療法に納得いっている信頼できている安心感っていうのはすごく大事ですこれれが確立されていないな状状態ですと病気の症状もやっぱり 不安定なままだったりとかお薬をコロコロ変えていたりとかねなかなか安定しないと思うんですねとなると医師に対しての不信感も募りますしそんな状態で復職するのはとってもハードルが高くなります復職は相当強いストレスとか疲労がぐわーってかかってくるものですのでそれに耐えうる心身を作り上げておかないといけません治療を安心して継続している安定している状態というのが本当に一番基礎の基礎土台の部分になってくる と思います3つ目は睡眠が取れていることですこれは毎日睡眠時間を確保できているかという点と朝決まった時間に起きられているかという点ですね。 例えば睡眠に7時間必要だなぁと感じる人は毎日7時間眠れていますかという部分です睡眠がまだまだ思うように取れてない夜寝つけない何度も目を覚ましてしまう睡眠不足の状態が続いているという方は復職はちょっと早すぎるかもしれませんおそらく産業医面談をすると必ず先生からも睡眠は取れてますか寝つけていますかという質問をされます ここで睡眠が思うように取れてない方は産業医からもストップされる可能性があります。それほど睡眠っていうのは とても重要なものです普段の仕事のないリラックスした環境下で睡眠が取れていなければ復職というストレスのかかることを始めた時にますます不眠が悪化すると考えられます復職は本当にね、思っている以上にハードルが高いものです普段の生活で睡眠が取れているかは心身のバロメーターにもなりますので気をつけてくださいまた朝決まった時間に起きれるかも重要です 復職となるとおそらく決まった時間に決まったオフィスに行く週5日勤務というのが、ね、多いかなと思うんですがその時間に間に合うように起床できていますでしょうか通勤するためには7時までに起きなきゃいけないのでしたら毎日7時に起きれていますでしょうか ここもすごく大事になってくるので睡眠がまだ思うように取れない状態でしたら復職はまだ早いということを覚えておきましょう。4つ目はは趣味を楽しめるです、はいこれちょっと意外かもしれませんが復職の前に自分の好きなことできるようになっているかを思い出してみてください。例えばギターが趣味の人はギターを弾けるぐらい楽しめるようになったのかカラオケが好きな人はカラオケで歌を歌って発散できるぐらい回復をしたのかショッピングが好きな人は自分の好きなお店に行って 商品をを見たたり買いい物できるくらい回復をしたのか読書が好きな人は自分の好きな分野の本を読んで内容が頭に入っているのかこのように自分の趣味ができる程度まで心身ともに回復をしたのかどうかをチェックしてみてください。なぜかというと復職っていうのは自分の生活の中で最もハードルが高いことだというの分かりますでしょうか、ね、寝て起きてご飯を食べるというレベルがこのぐらいだとすると家事をこなせるレベルがこのぐらい。 ね、外にお出かけできるレベルがこのぐらいというふうに普段の生活の中でもできることのレベルっていうのはありますよね趣味をやるレベルもまあそれぞれだと思うんですけども食事睡眠の次くらいにはねできておきたいレベルだと思いますそもそも趣味ができないと仕事っていうのはできるはずがありません自分の好きなことができるっていうのも意外と体力を使ったり頭を使ったりするものなんですがこれができない状態なのに復職をして仕事をこなすという ハードなことはできませんぜひ復職を考えている方はもうね自分の趣味を楽しめるぐらいに回復したかなという点を振り返ってみましょう5つ目は文章を読む手続きが一人でできるですうつ病の重い時期はなかなか文字が読めなかったり手続き関連がこなせなくなったりしますよねですが復職を考える時期には文字が読める手続きができる程度にまでは回復している必要があります復職となるともちろんえ書類の手続き がたくさん出てきます。また人によっては引っ越しなどもしないといけないですよね。引っ越しの手続きも結構体力気力を使います。役所に行って1人で手続きをできる書類の文字を見てちゃんと理解ができるこういったレベルにまで回復している必要があります。お仕事特にデスクワークをされる方は文字が読めなければそもそも仕事になりませんよね。でですので文章を読む 本を読んで理解をする手続きを一人でこなすということができるのはお仕事をする上ではもう最低限のレベルですもし復職を考えているんだけどまだ書類すら読むことができないという状態でしたらそれはまだまだ休みが必要というふうに考えた方がいいと思います焦っってても回復が早まるってことはないんですねですがしっかりと心身を休めてあげれば次第に脳も回復してきてえだんだん文字も読めるようになってきますまだそういういことができ できない状態にあっても不安になったり焦ったりしなくて大丈夫です回復をしたら復職をすればいいんだというふうに気長に構えておきましょう6つ目は外出ができることです特に不安障害パニック障害を抱えてる患者さんだと外出が怖いという方も多いと思いますですが復職で在宅ではなくって通勤になる場合ですと外出をできるようにならないといけませんよね電車バスなどで会社に通う場合でしたら公共の交通機関に乗れるようにもな また復職をするとお仕事の都合で同僚先輩上司たちと会食ランチをするっていう場面もね出てくる可能性があります実際にね私も復職をしてからは週に最低1回はね上司たちのランチの予定っていうのが入ったんですよねそうすると外でご飯を食べるランチをする人混みの中を歩くということも出てきますのでそういったこともこなせるようになっていないと復職は結構難しいと思います。もちろんね ついに在宅で働ける環境でしたらまあ、外出がそこまでできなくっても復職はできると思いますが通勤となる場合ですとやっぱりある程度外出がこなせるようになってる必要があるんですね外出の練習は私もすごく手こずりましたし時間がとってもかかりましたけれども外出がなかなかできない段階で焦ってね復職してでまた体調崩しては元も子もないのでぜひ復職の前に少しずつ外出のリハビリをこなしていくようにしましょう実はパ 障害ななどどの病病気気は引引引きこももるる期間が長長けばくくほど病気も治りづらくなると言われていますサラリーマンの方が電車に乗って外に出てということをせざるを得ない環境にいるので引きこもっている人よりはサラリーマンの方が早くね病気を克服できるというのは、まあ、よく精神科の書籍とかにも書かれていることですもちろん外出は最初とってもハードルが高くって大変なので無理をせずに一歩ずつ始めていけば大丈夫です覚えておくべきことは服飾のこととはの 考えてもいいのは外出を楽しめるくらいにまで回復をしてからだということですね。 7つ目は食事ができることですこれも服食毎日チェックしておきたいところですけれどもえ皆さんご飯は毎日3食規則正しく食べることできていますでしょうか特に胃腸障害抱えている方はご飯食べるとね具合悪くて寝込んじゃうなんて方もいらっしゃるかもしれません食事は体と心ののエネルギー源になるものです食事がちゃんと喉を通るある程度の量を食べても具合悪くはならないという状態でないとやっぱり服食は難しいかなと思います 服飾すると普段よりはストレスがかかるし忙しくなったりするんですがそうするとやっぱりリラックスしている時よりも消化器系に負担はかかると思いますえ仕事している時にご飯が思うように食べれていないとやっぱりエネルギーがね作られないのですぐにダウンしてしまうんですですので特に胃腸の調子が悪いという方はある程度胃腸が落ち着くまでは無理して服飾はしない方がいいかなと個人的には思います最後8つ目は身体不調がないということ es え、身体不調がない状態なんてないよと思う方は、おそらくまだ復職について考えるには時期尚早かなと思います。メンタル疾患が本当に回復すると、体の症状っていうのはほとんど回復するんですよね。その状態になるまで人によりますけれども、数ヶ月から長いと1年ぐらいはかかったりします。まあ、重い人だと何年もかかるということもあるかもしれません。ですが、その身体不調がもうほとんど出ないという段階で、ようやく私自身は復職をしたんです。 ででですすけれれどもそれでもそねね病気が再発したんです、ね、ほとんど不調がない状態ですら復職をするっていうのはそれほどストレスや負担が大きくかかるということですですのでまず復職をいろいろと焦る方は体の不調がもうほとんどないもう日常生活はだいぶ自由に過ごすことができるというくらいにまで回復をさせる健康を取り戻すことの方がずっとずっと大事なんだよっていうことをね覚えておきましょうやっぱり体の不調がずっと続いている状態での復職 っていうのはストレスもかかりやすくなりますまあ、多分ね症状がその不安定な段階ですと医師からも復職はね焦らない方がいいよと言われたりすると思います復職よりも考えるべきことは体調を回復させることだということを忘れないでください何ヶ月かかったとしても健康さえ取り戻してしまえば後からでもねどうにでもなるんですでもえ健康でないままお金の不安から早まって復職をすると結局健康も失う食も失うし 失しお金も失うっていうこといこになりかねませんですのでえ健康第一仕事は二の次だということをね忘れないでくださいはいということで復職を満たす条件を8つお伝えしましたえどうでしょうかここでお話しした条件を全然ね今満たせていなくて落ち込んでしまうという患者さんもいらっしゃるかもしれませんですが全く落ち込む必要はありません誰でも病気をし始めたばかりそれから重症な時期っていうのは今挙げた8つのことはできなくなってしまう ですが少しずつ回復してきてでちょっとずつね今話した条件もこなせるようになってくるものですまだ自分は○○ができてないから自分はダメなんだというふうにね責める必要はありません焦ったり落ち込んだりするものではなくってあくまでねまだ自分はこの8つの条件として挙げられている何番と何番が思うようにできてないだったらまだ復職のことは深く悩まずに 治療に専念しようというふうに思うようにしてみてください決して心身が回復していないのが悪いということではないんですね どんな患者さんもこういう段階を少しずつ経験しながらステップを踏みながら回復していくものなので他人と比較したりするものではありませんまた復職をしようと思っている方は今回お話しした条件をクリアできているのかというのは最低限チェックしておいてくださいこれらができてないのに無理に復職をするとやっぱりまた調子を崩して再発させてしまう可能性もありますので本当に気をつけてください復職をするかどうか決めるのは自分自身です 周りにせかされてやるものではないので復職について考える時は自分に向き合って自分の調子をちゃんとチェックをしてからっていうことをね忘れないようにしましょう。ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。ではまたね。